い、今日はねこのケルヒャー、これ高圧洗浄機で有名なケルヒャーですよ。これ4リットルの水が入るんですよ。 OC3? OC3 って書いてます。ちょっとね今日は雨がねもう降ってちょっと黄砂流れちゃったかな。黄砂がひどくてね、冬なのに黄砂が。これちょっと分かりづらいですけど、もうホンダいいちゃん汚れまくってます。黒いところ、ほらこういうところ、あの結構ねこれ肉眼だと黄砂が溜まった跡が見られますね。こうなってるやつを、うん、はいはい、そうやりいいの。おお、あすごいすごい、水道水の2倍の、圧力があるらしいです。そんなめちゃくちゃ強くないっていう感じですけどね。高圧洗浄じゃないらしいです。あ、何そのノズル、つけるって書いてあったよ。これでシャワーアートなのかな、シャワーアートなのかね。あ、結構雨が降ってきたけど、スイッチオン。どう、あ、でもなんか良くない。高圧加減はどうだ、当たってもいいかなって感じ。あんまり高圧加減がないな、いや、こういったね、あの水道が使えないところはいいですよね。おお、あ、なんかいいような気するぞ。ホイールとか抜群ちゃうかな。もうちょっとこう2人がかりでね、こう今私カメラ持ってるんであれなんですけど、ほら窓とか、あ、これいい子ね、これよくね、これこう天井周りとかね、こうやってどう、やっぱ窓が気になるから。結構雨が、ほんでもあれやな、こう水のないところで、こういった手軽にホースなくてもできるっていうのがいいよね。あれ、これ使って5分ぐらい、あ、もう水なくなってきた。 あっという間やな。これ 4リッターでね、このホンダ E1 台やっと濡らせれるかなっていう感じです。車体を濡らす程度のものですね。あとはタオルで拭き取るという感じかな。ほらもうちょろちょろやもん、ちょろちょろ。あら、まあこれもっとあれやな、ペットボトルいるよな、ペットボトルが、うん、めっちゃ雨降ってきた。雨の時これいいんすかね、ここ開けてね。一応防水やと思うけど、まあ、これちょっと黄砂取れてるかどうかわからないんですが、いや、これね、ほらちょっと今ミラー、これめっちゃ良くないですか。あの今雨降っててガラスにこの水滴がねついてるんですけど、ほら全く水滴がこのついてる感じがしないんで、あのクリアに見えるわけですよね。これ夜もね抜群にいいんですよ。まあ、これはね本当に皆さんね体験したら驚くと思いますよ。雨の日最高。実際どう、これ運転しててこのミラー。夜の白飛びはちょっと嫌かな。あ、夜は若干白飛びするらしいですね。あのこの車は私よりあの奥さんの方がよく乗ってるので、あの本当に実体験に基づいたレビューをしております。そんなうちの奥さんが最近買ったカーグッズ、これね、ティッシュ入れ。これなんか薄べったくない？タワー、タワーっていう商品ですね。これ中はどんなティッシュが入ってんの？普通のティッシュ。あ、こうなってるんや。あ、ティッシュはこうバラして入れるん？うん。薄型でいいですよね。おほほ。あれなんでそんなことすんの？あ、そうやって二つ折りにして入れると。え、どっかかけるんじゃん。あ、かけてもいい？ヘッドレストのところにかけます。こんな使い方なの？うん。
結構プラプラのやつだったら、使い勝手がいいと思います。はい、というわけでやってまいりました。いや、今日はね、雨ですよね、本当に。雨の日に洗車の動画を出すというね、まあ、そんな感じですよ。大体皆さんあれ経験したことないですか、洗車したら雨が降る体験ね。まあ今日ね、もうこれ冬なんですけど、この黄砂がすごいよな。珍しいね、この季節。大体夏場にね、中国の方から飛んできそうな感じはしますけど、今モニターを掃除してくれております。これ結構やっぱ指紋が気になる、携帯と一緒やな。いや、ほんまそう思いますよ。なんかね、これ車なんですけど、やっぱ最新テクノロジーがいっぱいで、やっぱね、スマートフォンのように手軽に使える機能がいっぱいねありますね、ホンダEは。で、やっぱこの雨の日にね、このデジタルアウターミラーっていうのは本当に抜群にいいと思いますね。まあ、あとは電池だけですよ。電池だけ、今 33% です。まあ、これね、だんだんね、私、度胸はついてきまして、別に 33% ぐらいやったら、あと何キロぐらい走れるから、まあ、今日はこれぐらい行くから、まあ、往復できるかなっていうのがね、もうなんか直感的にね、分かってきますね。ちなみに今75キロ走れます。あと、まあ、75キロ走れたら、まあ、買い物行くぐらいだったらね、全然普通に行けます。今日ね、エベスさんの方に行ってきます、今から。まあ、ちょっとね、密になるとダメなので、今日は、ちょっとずらして、行こうと思っております。いや、 やっぱね、この私車乗るの1週間ぶりなんですけど、やっぱ久々に乗ると、なんかやっぱこの電気自動車のこの走りの良さっていうのがね、やっぱ乗ってすぐ感じますよね。すごいスムーズな走りするんですよね。ストレスがないと言いますか。いや、これがね、次の未来のモビリティなんだなという感じがします。まあ、周りを見るとね、まあ、ほとんどがガソリン車ですよ。まあ、ガソリン車とハイブリッドカーがちらほらいるぐらいなんですけど、こういった 100% 電気自動車はね、今のところほぼ見ないですね。たまにテスラとか、リーフが走ってる程度なんですけど、まあ、やはりね、まだまだちょっと電気自動車はまだインフラがね、整ってないのと、まあ、バッテリーが高いっていうのでね、まだまだ皆さん乗ってないですよね。あと、これ日々毎日乗ってて、なんかどう感じてる、困ったこととかなんかある？週5回ぐらい通勤して、充電ってどんなもん？週1回ぐらいかな。あ、週1回ぐらい。そっか。まあ、ちょっと遠出とかせんかったら、週1回ぐらいのペースで、しかもそれ30分充電ですよね。30分で、まあ、50% もたまらんよな。急速充電のパワーの高いところで、あれで 40% ぐらい、だいたい。そうやな、今冬場やし、まあ、30分でも 50% 実は止まらないんですよ、この。ねえ。よっぽど条件が整った時に、もっとたまる、まあ、80% までたまるってね、書いてあったんですけどね。実際は、まあ、その半分ぐらいなんですよね、たまるのは。まあ、週5回の通勤で、まあ、距離にもよるんですけどね。まあ、それで、まあ、充電半分もいかないぐらいでも、まあ、1週間ぐらいは普通に乗れるという感じですよね。本当は、まあ、家にね、充電器があれば、もうそんなこともね、週1回の充電もしなくていいわけなんで、すごい、家にコンセントさえあれば、まあ、完璧な乗り物なのかなと私はね、思いますね。夜ね、充電すれば、電気代もね、かなり安いということで、本当に経済的な車になるんじゃないかなと思います。まあ、今はね、このバッテリーがね、どうしても高いんで、そのうちね、全固体電池っていうのが開発されて、車両代もね、ぐっと下がる時代がやってきますので、まあ、その時が、まあ、皆さん買いだなという感じになるんじゃないでしょうか。ただね、まあ、それはまだ5年、6年、もうちょっと先かもしれないですね。あれ、どうやった？ケルヒア。水が思ったより早くなくなったな。私、あれぐらいかな。あんなもんやった？うん。
水圧はもうちょっと欲しいかな。水圧はもうちょっと欲しいな。あ、でもバッテリー式で、タンク付きでバッテリー式が欲しかったから、うん、タンク付きバッテリー付きで、まあ言ったら水道のねないところでもまあ清掃ができるということですよね。あれいくらやったっけ。15,000〜16,000ぐらいで、アマゾンで買いましたのでぜひとも下の、概要欄見てください。そしてクリックしてくださいね。結構ね前から出てた商品なんですけど、ちょっとまあ私マンションなんであまりねちょっと洗車場とか、まあ最近この辺あるんですけどなんか混んでる時があるんですよね。ちょっとさっとね車拭きたいなっていう時に、やっぱ新車だとねやっぱ黄砂で濡れた雑巾でそのままザリザリっていっちゃうとねボディ傷ついちゃうんで、こういった、まあ、水でシャーッとまず洗い流してから拭くというのが、まあ、ボディをきれいに保つコツなんですかね。自動洗車機通してもいいんですけど、まだちょっと怖いなと思ってまだちょっと手洗いでしばらく新車のね新車をちょっと保ちたいなと思ってるわけですよ。まあ、あれ家に持って帰って窓ね、マンションとかの方でしたらベランダに水道とかなくて窓ガラスとか結構網戸が汚れてるんですよ。あれ網戸とかこうピシャーっとねするの最高にいいと思うんで、まあ手軽にまあちょい掃除ですよね。ちょい掃除する方は結構いいと思います。はい、というわけで今日はもう雨も上がってきましたけどねえ、これはちょっと後で拭こう。まあこういった今日は洗車動画でした。まあケルヒアの紹介かな。というわけで、電気自動車のまあちょいネタもちょいちょい出していきますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、というわけで今日は車を洗車にしてみたっていう雑談動画でした。ザーネバーイ。ザーネって言った。ザーネバーイ。